はい、どうもジンさんです。今回はアニメ第3クールに期待していることについてやっていきたいと思います。2024年も4分の1が終わりかけており、3月末にはアニメジャパンとかありますから、そろそろアニメ第3クールの情報も出てくるのかなというところで、撮影時点3月13日ではまだ何も情報が出ておりませんが、このタイミングでアニメに期待しているところを話していこうと思います。まあただ一ファンのザレ事動画になりますので、ほとんどの方は見なくて大丈夫です。では続けていきましょう。というわけで、まずはアニメ第3クールについてざっくりおさらいしていきましょう。現時点では放映日が明らかになっておらず、2024年放送ということだけ発表されております。また第3クールの範囲としては、 PV を見る限り原作71、72巻あたりではないかと予想しております。これらを踏まえて第3クールに期待していることをいろいろと雑談していこうと思いますが、まず一つ目は、シャタツカラガラしがらみの辻の攻略法になります。第2クール終盤で描かれた衝撃のシーン、ゼロ番隊千住丸の挽回に敗れた親衛隊が今後どのように状況を打破するのか、大変興味深いものになります。一応千住丸の挽回の能力が原画展で判明したのでおさらいすると、巨大な食器から生成される反物のフィールドの上下から色とりどりの反物が無限に現れて、それを操って戦う能力、切る、締める、敵を布に織り込むなどが可能。千住丸は反物に触れると同色同柄の反物感をワープすることができるということでした。範囲系の挽回のようであり、その中では圧倒的有利に戦闘を進めることができる、まさに千の手を持つ千住丸そのもののような能力でした。これを親衛隊がどう打破するのか、その鍵となりそうなのが2ヶ月前に公開された公式 PV。 この中では一瞬だけ千住丸と瓜生の会話シーンが映され、その後瓜生の矢による攻撃も映されております。不敵に笑う千住丸、意味深な会話シーンから察するに、個人的には千住丸わざと負けると思いました。ただ冷静に考えると、ゼロ番隊がわざと負けるのであれば、挽回せずともいくらでもそのタイミングはあったでしょうから、現実的な話、瓜生のアンチサーシスによって反物から脱出し、矢によって他の親衛隊を反物から出して逆転とか、そんな感じなのかなとも思います。しかしこれだと千住丸の不敵な笑みとか、瓜生と会話するタイミングある、そんなことする前にまた閉じ込めれやとも思いますよね。だからそう考えると、そう単純な話ではないのかなと。またこの会話も何を話すのかなと、千住丸は瓜生の本心を察しているのかなどなど気になるところです。なのでつまりですね、第3クール冒頭から描かれるであろう千住丸 vs 親衛隊の続き、この辺は少し複雑になりそうかなと思ったりするところなので、非常に期待しているところであります。続いて2つ目は、オショウ vs ユーハバッハです。ここで期待しているところとしては、オショウとユーハバッハの過去深掘りになります。第2クールでは突如として描かれた死神クインシー首脳会談、ユーハバッハの民を思う気持ちとか、左腕がオショウを所持してたとか、衝撃の情報が描かれたシーンがありましたが、あのような流れがオショウ vs ユーハバッハにも挟まれるのではないかと思うんです。というのも、オショウとバッハの戦いって結構長いんですよね。ここをどう描いてくるかって結構見ものだと思うんです。ザラキグレミーみたいにギュッと凝縮して衝撃の一話決着にまとめるのか、それともじっくり描いていくのか、もし後者だった場合、戦闘戦闘だと少し展開が単調になるので、そこにアニオリの回想などが挟まれるんじゃないかなと予想しているわけでした。まあ実際にどうなるか分かりませんし、確率も低いとは思いますが、期待しているところとして、そういうサプライズがあると嬉しいなと勝手に期待しているところであります。またですね、もちろん普天対殺量とか普通の戦闘シーンも非常に楽しみです。続いて3つ目は、霊王関連になります。ここはもうブリーチファンにとっては期待せざるを得ないところでしょう。第3クールでは PV で耳萩様が映っている通り、いよいよ霊王の終わりが描かれていきます。この時、いやこの時しかないでしょう。霊王が霊王となる前の過去の話、原初の世界で何が起きたのか、ここが描かれるのではないかと期待しております。一応原画展では少しだけ謎カットについて言及されていて、サクッとおさらいすると、水のようなものの中に3本の矢、そこに刀を入れてかき混ぜると渦が3つの矢の元へ分かれ、そこが何もない空間となり、一瞬矢が明滅すると立ちどころに霊王の腕が落ち、瞬時に3つの虚空を残して水かさが増し、獅子は巻き上げられ、霊王は閉じ込められる。この水のようなものが固まったのが霊王を閉じ込めている水晶ということでした。小説の和尚が語った内容とはまるで違う内容ですよね。この新情報がいろいろと物議を醸している現状であります。なのでこの辺の説明というか補足、霊王の真意とか、あとは霊王となる前の名前、霊王のマナとかも気になりますよね。霊王って三界を支える二重の名前ですから、その辺がまるっと描かれたら嬉しいなと思います。もうね、霊王のことを書くタイミングってここしかないのではと思っておりますから、ブリーチの世界の歴史を知りたい気持ちが抑えられません。まあただ今回のアニメ制作陣の方々が原作を愛してやまない方々なのは、これまでのアニメを見れば明らかです。久保先生の思いであるブリーチはイチゴの物語というところをどこまで汲み取るか、ここが非常に大きいと思います。個人的にはそこを大事にしつつ、でも久保先生も話していたファンサービスはしたいというところ、そこの絶妙な間を縫った折衷案として、全部は描かないけど少し触れる程度はしてくれるのかなと思っております。まあ僕のこの予想がどうなるのか、いい意味で裏切ってくれたらいいなと勝手に期待しております。続いて4つ目は、浮竹十
重四郎になります。アニメでは神影についてどのように描かれるのか、原作では神影発動後そのまま放置のような扱いを受けてしまった雪武さん、この辺がね、まあ個人的には少しかわいそうだったかなと思うところでありましたので、過去回想だけでなくもう少し何かあったら嬉しいなと思います。具体的には例えば雪武の見せ場が増えるとか、あとは霊王の右腕関連の話、なぜ耳ハギ様は死神の味方をして三階を守ろうとしたのか、右腕が浮き竹に宿ることで具体的にどのような影響があったのか、まあ正直このあたりが言及される可能性は非常に低いと思いますが、期待するのは勝手でしょうということで話しております。というわけで5つ目はアイゼンの封印になります。こちら原作でも説明されていた通り、アイゼンが自身にかけられた封印をどうやって解いたのかというところの説明を期待しております。というのもアイゼンの封印はこれまでアザシロが小説内で封印を解いておりましたが、こちら片目片耳口になります。まあそれがおそらくそのまま解除されたままだったので、ユーハバハとの会話シーンでは顔の一部片目片耳と口が外れている状態だったのでしょう。アニメでもそうでしたね。まあ、ただこの時は冷圧で会話していたようですが、でその後アニメ21話にてまた封印状態のアイゼンが映されたのですが、この時は顔全部封印されていたんですよね。つまり時系列的にまとめると、アザシロに片目片耳口を解除される、再度封印されたかは不明、ユーハバハ会話時は封印解除されている、第二次進行時は全部封印されている、協力会話時は一部封印解除されているなんですよね。まあこの辺について深く追及はしませんが、確定していることとして顔ではなくそれ以外の封印、足とか体を押さえつけている赤い封印とかもでしょうかね。このあたりはおそらくアイゼン様自力で封印を解除しているんですよね。アザシロとかバッハは顔の封印しか干渉していませんから、それ以外はどうやって解いたのというところで、この辺なんかあればいいなと思っております。まあほぼほぼ説明はないでしょうし、理由はアイゼンだからで済んでしまうところかもしれませんね。続いて6つ目はセンナになります。ここはもう大注目ポイントでしょう。劇場版第1作で登場したセンナ、彼女に関する記憶痕跡は世界から消失したはずですが、一部だけは覚えていたようでした。その描写が原作69巻627話、強国の話の中で一語は行ったことあると発言し、おまけページで劇場版第1作を参照と記載されておりました。一語が強国に行ったのはセンナの時だけなのでね、ほぼ間違いなくなところではありますが、ここがアニメで描かれるとどうなるのか、あの神制作陣の方たちはどう演出してくれるのか、非常に期待しているというわけです。これ泣いちゃうかもしれないね。回想カットインとかリボンとか出てきたりとか、いろいろと妄想しながら楽しんでおります。というわけで最後がバズビーとハッシュバルトの過去回想になります。ここに期待しているところとしては、ハッシュバルトとおじさんの関係、まことしやかに囁かれているおじさん性的虐待説とか、千年前の戦いで現聖章騎士が参戦しなかった理由とか、不全の者の新情報とか、もろもろリヒトライヒの回想は全部楽しみですし、その後描かれるバズ VS 融合の結末、ここもセンナ以上にね涙ポイントですよ。当然期待しているところであります。というわけで以上ですかね。その他細かいところもまだありますが、大きなところで言えばこんな感じです。こうしてみると第3クールって最初から見どころ満載というか、クライマックスですよね。息が休まる間もなくまたあっという間に駆け抜けそうではありますが、いつになっても構いませんので、第1第2クールのクオリティを期待しつつ楽しみに待つことにしましょう。以上第3クール期待ポイントでした。動画の映画だったでしょうか。皆さんの期待ポイントはコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお待ちしております。